どうも、ジョン・クローズのヨタです。どうも、ジョン・クローズのヤマモです。ヤマモ、お取り寄せ、お取り寄せクッキング、クッキング、はい、今日、はい、ご用意いたしました。はい、お取り寄せなんですけど、こちら、干物なんですよ。これ、干物クソやって、もうクソ書いてある裏にね、クソやって書いてあるけど、クソやってね、臭い、 いや、やっぱ皆さんのね、このイメージとしては臭い、臭いんでしょから食べないっていうことでしょ。弱火で焼いてください。以上簡単だね。そこになんだよその顔。これ、これえ、臭い臭い。あ、もうあの漁港の匂いですねでかいな。厳重だねこれね。あ、なんかその汁やばい。いやーすごい。あ、トビウオってこんな大きくなるの。トビウオの臭い葉が美味しいらしい。あー、腐ってる。海の魚だから身から焼くのかな、やっぱ。あ、ちょっとその辺は僕ちょっと分かんないけど、あ、そうだよね、うん、多分そうだよねってなんだよ。弱火で焼きましょうって書いてあるでしょ。そうか。弱火だ。いや、臭いよ。うん。ドンって。あ、あれだ。掃除しなかった亀の水の匂いだ。でも、いや焼いた匂いそんなじゃない。慣れてきちゃってる。そういうこと？それ嫌だね。これ一回出て入ってきたら気絶するかもしれない、ね。あ、油が外の汁なんか。なにそれ。こうやって、ほら、なんか。てくっさ。俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。トビウオ、大きいね、これね。そう、なんか40センチぐらいある。40センチぐらいあるね。これ、臭いわ。臭いね。これ、部屋の中でやっちゃダメなやつね。ダメだよ。換気扇もないし、ここ、ね。普通の部屋だから。あーあー。いい感じ、いい感じ。部屋の中白いね。臭い臭い。あ、これはね、なんかよくマンションとかで焼くと苦情くるみたいな。くるよこれ。でもここ大丈夫、多分ペット大丈夫なところだから。カメだから。カメの水だから。カメの水変えてなかっただけだから。そうそう。臭い。なんかね、死んだカメ食う感じ。死んで3日ぐらい放置したカメを食うみたいな。そんな恐る恐るそんなちっちゃく食べんの。いや、取れない。あ、そう。ん？原始的だね。あ、やっぱ俺、臭いの大丈夫な人だ。大丈夫？全然うわーっとかならない。ちょっとじゃあ俺も食べて、うん、俺、味わからないタイプだけど。臭いのはわかるでしょ。臭いのわかる。これは臭いんだとかわかるでしょ、うん。口に入れたらそんなに臭くない。臭くない。あの臭くない。これ普通に美味しくいただけちゃう。また出た。また普通に美味しくいただけちゃうやつだ。何何あのこの間のドリアンというこれはね、うまい、うん、あの匂い、焼いてる匂いだけ。そう、あの焼いてる時の匂いだけで口に。あ、匂いの向こう側だね、やっぱりね。うまい。美味しいもん、うん、これ美味しいよ。ちょっとさ、この箸柔らかすぎて俺取れないんだけど。違う、魚が硬いんだって。あ、そういうことか。普通に美味しい。普通に美味しいです。これね、取り寄せられるんですよ。あの、どこさん？これね、新島。新島ってどこ？東京都、新島、本村の辺の草屋屋さんで、普通にインターネットから買えるので。ちなみに、1個、おいくら？何百円とかだった。え、そうなの、うん、そうなの、うん、5、600円とかしなかったかな。そんな3000円ぐらいするかと思った。しないしないじゃん。超安い。安い。送料の方が高いから。チャンネル登録よろしくお願いします。換気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 。